やる前が 83.5。 しゃあ、計測です。 79.5。 よっしゃー。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、なかなか引っ込まないお腹の原因は腹横筋にあったんです。一生懸命腹筋やプランクやる人多いと思うんですけども、実は息が止まって腹横筋が使えてない、力みすぎて腹直筋ばかり使ってしまう、日常的に息の上がる運動をしてない人は腹横筋がどんどん低下して呼吸が浅くなってしまって、血液の循環が悪くなる、カロリー消費が悪くなる、お腹がへこまなくなってくる、そういう原因があるんです。今回は寝たままで膝を手で押さえるだけでお腹がへこむ方法を紹介していきます。たったの6回です。1回やっただけで3センチへこみました。嘘だよって方はメジャーで測ってみてください。それでは紹介します。今回のお腹へこますポイントは、息を長く吐くのがコツです。長く吐けないと腹横筋が使えません。口を膨らませてすぐのようにふーっと長く吐いてください。寝たままで片足曲げます。曲げたら手で押さえます。押さえながら息を長く吐きます。次に上体を起こして息を長く吐きます。反対の手で頭を持っておきましょう。これを交互に3回ずついきます。寝たまま息吐く、起きて息吐くっていうのを3回ずつです。これを両足いきましょう。息をふーっと7から10秒目安に吐いてください。わからないよって方は見ながら一緒にやってください。しっかり膝を手前に引き寄せる、それを手で押さえます。お腹をへこませながら息を吐きます。いきましょう、スタート。ふー吐きます。4、5、6、7、8、9、10。はい、体を起こして吐きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。せーの、2、3、4。お腹をどんどん引っ込めて、6、7、8、9、10。起きて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ピラスト、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ラスト、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは反対です。手で押さえていきましょう。スタート。2、3、4。お腹をどんどん引っ込めて、腰床つけて、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。おまけとして両足もいきましょう。いきます。1、2、しっかり膝抱えて、4、5、6、7、8、9、10。起きて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。お疲れ様でした。メジャーで測った人どうでしたか？息をしっかり吐くっていうことを意識して、体を起こして腹筋をする、寝たまま今のように息をしっかり吐く、腰を床につけてお腹をどんどんへこませていく、そうすることで腹直筋よりも腹横筋をしっかり使うことができます。食後にお腹が出やすいよ、お腹がすっきりしてる日もあればお腹が出てる日もある、そういった場合は脂肪ではなくお腹をへこませる力が出てない時、
もしくは胃が膨らんでいてお腹をへこませる力が足りない、そういったことによってお腹が出たり引っ込んだりしています。しっかり息を吐くことによってお腹が出てしまう日もお腹が出なくなってきますんで、お腹気になるよって方は腹横筋もしっかり使ってください。頑張ってやってみたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。